reaction to episode kali ni. Dah lama aku tak bawakan episode ni kembali. Dan episode kali ni kita ada kawan Jepun baru. Aku akan bawa dia untuk explore pasar Shah Alam. Selain daripada tu, kita orang juga akan pergi ke Masjid Biru, iaitu Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, kalau tak silap. Dan guest hari ni adalah guest Japanese yang baru, iaitu perempuan Japanese. Dan dia akan ada di Malaysia untuk selama 1 bulan sahaja. So aku pun tak pernah jumpa dia lagi, tak tahu macam mana orangnya. So kalau korang nak tahu siapakah dia, dan aku pun ingin nak tahu siapakah dia, kita akan berjumpa dengan dia sekejap lagi. Yes, stay tune. 日曜日だけやってる。そうですね、週1回ぐらいは日曜日だけです。ちょっと簡単自己紹介いいですか。多分皆さん知りたいから、新しい日本人のゲスト真帆です。以上です。名前は真帆ちゃんですね。それだけです。出身とかいろんな。大阪出身。おいくつとか。25なの。25。え、20歳と思った。え、なんか若いと思ってたから。生まれる年は1999。マジ。あ、そう、こういうみたい。うん、魚。まあ、いろんなね。あ、こういう感じ、煮干し。え、すごい。なんかマレーの料理は結構煮干し使うから、必要の材料。食べたい？残念ですね。マレーシアはだいたい辛いです。しょうがない。ほぼほぼは辛い。ちゃんと過去準備してください。じゃあ今日は何が食べた？ナシルマですか？ナシルマのお店たくさんあります。ナシルマ食べたい。これせんべいです。日本はちょっとお菓子スタイルっぽい。マレーシアだったらこれせんべいに一番似てるかも。とりあえず生ぐらい食べて、その後はそのソースかけて。みんなは普通はチリソース一緒にかけるから。美味しい。美味しいです。これ魚のせんべいです。普通は日本人によく好き、これ。うん、これ欲しいかも。え、欲しい？後で、後で買う。あ、オッケーオッケー。いいよ、いいよ。おいしい。え、めっちゃ気に入った。めっちゃ気に入った。おいしいですよね。これわかんないな、ちょっと虫みたいな。ちょっとやってみて。虫？全然虫じゃない、虫じゃない。あれ、やばい？あれ、やばい？ただ、サイバージャスニーディ。どうですか？だから虫じゃないでしょ？虫じゃないけど、なんかわかんない。私もわかんない。これは、オリジナルの普通の、これは辛いの方。辛いの方が美味しいかも。うん、本当にそんなに辛くないもん。小さいの。うん、あんま辛くない。辛くないです。じゃあ、うちの方の食べ物が紹介します。これね、私紹介する。大きいのお祝いの時は、あれはハリラヤっていう、断食ってわかる？うんうん。マレーの人たちは大体みんなはイスラム教じゃない？うん、そう、イスラム教の人はもうそろそろ断食に始まるじゃん、うん、来週。うん、そう、1ヶ月はみんなは断食にするって、その後はみんなお祝いして、そのお祝いするはハリラヤっていう、マレー語ね。ハリラヤの時はみんなはこうやっての食べ物が食べる。うん、これはラマン。名前はラマン。なんかもち米です。そう、これは竹の中にはご飯が入って、その後はココナッツミルクが入ってる。黒いやつのソースは結構ドライのみたい。それはレンダン。前はわかんない、なんか一番世界中に一番美味しいの食べ物はあれですね、レンダンっていうらしいみたい。わかんない、なんかネットから見つけた。それこのラマン、このもち米とレンダンを一緒にかける、つけて食べる。あそこはサンプルがあります。こちらです。あ、ちょっとレマンないな。これがちょっと甘いですね。ほうとうともち米と一緒にこんな感じの色になる。これは大体全部レンダンです。ただの種類がちょっと違う。美味しい。美味しい。ちょっと辛いけど。はい、これ。どうですか？美味しい。美味しい。そう、そのまま食べるだけもまあ感じるから、味も、まあ、別になんかかけないもいらなくても大丈夫。ぜひぜひ食べて。これはウコンと一緒に。ウコン？そう、だから色が黄色になる。あんま違いが分からない。でもどっちも美味しい。あ、どっちも美味しい。マレーシアの人って家で料理しないの？する。する、する、する、する。外で食べるの？外で食べるはそれもこうや。あれは本当に。少ないの人はこっちかもしれない。じゃあこっちシルマ食べましょうか。うん。ナシルマドゥン。ナシルマアイアン。あのサンバルはちょっと辛い、少ない方がいい。バギーガディスイッケジュンとサンバル。ありがとう。あ、全然いいです。バギーガディス、じゃあ取ってください。おー、できたて。何？
それぐらいでいい？まだ他の？いらない？それぐらいで十分？オッケー。日本人のゲストもナシルマで食べるんです。まあナシルマはこんな感じですね。普通は目玉焼きとか茹でる卵とかチキンと一緒に、まあちょっと値段が高いから、まあ一般だけはご飯と目玉焼き茹でる卵、きゅうり、ピーナッツ、煮干しとサンバル。サンバルはチリですね。チリ。どうですか？辛い？あ、でも食べれる。前はね、私の日本人友達初のナシルマ食べる時、すごい辛かった。あ、そうなんだ。やっぱり辛いのものは苦手から、うん、なんでみんなこっち見られてるね、かったしな。多分私日本語使うから本当にローカルな人しかいないから私ローカルの人だよご飯探してる時にこんにちはって言われる。なんか日本人ってすぐバレる歩いてて日本人の高校生ぐらいで修学旅行かないいなと思って。私北海道だったから、北海道いいね。そこまでね、海外行きたかった修学旅行で。え、何高校行ってますか？国立か。うん、私立。私立なのに日本国内だった。え、女子学校じゃない？あ、女子校。やばー。女子校なんだ。学校の名前。大阪女学院。そんな知らないよね。結構有名ですかその学校は？なんか頭がいいってわけじゃなくて頭が良くないけど。そうですね、なんか女子とはいつも優等生っぽいとかって感じ。そんなことないよ全然。うん、なんかみんな男みたいマレーシア人って何言語ぐらい話せる？もしマレーの人は大体2つぐらいだっけ？マレー語と英語。マレー語と英語、マレー語は母国語、英語は大体第二言語かな。もしなんか中学人は多分3つとか、両人は多分3つぐらい。3つ多分多いと思う。私は2つだけ、マレー語と英語。で日本語。え、そうですか。多分日本語は結構下手かも。そんなことないよ、だって話せてるからすごいよ。いいよ、関西弁喋って多分理解わかんないけど、なんとかうんうんって答えにする。うんうん。あ、やった？これいいですか？だからこれ準備するから。ありがとう。あ、わかる。日本語どうやって勉強しました？日本人だから。そうだね。え、でも私でも国語苦手だから、多分日本語下手な方だと思うよ。じゃあ一緒かもしれない。私も最近マレー語下手かもしれない。たまになんか通訳できない。どうやってなんかマレー語の単語忘れちゃった。私3つとか喋るじゃん。英語、日本語、マレー語。たまになんか通訳の時になんかちょっと混乱になるから。言葉は出れないから、これ日本語何？これ英語何？マレー語何？そういきなりね、そういうの時にあるよね。羨ましい悩みかもしれない。なんかすごい普通そんな経験しないから。あ、取れるかも。なんかこれさ大阪はそこで生まれる、そこで育ち、ずっと大阪、ずっと大阪ね。大阪好きよね。大阪好きね。大阪の人は大阪好きよ大体大阪の人は大阪好きだし、東京あんま好きじゃないよ大体関西の取れるね。これ2回目関西の人はみんなすごい自慢みたいよ、ね、そうな自分のね、クラウだから、大阪出身だから、東京出身だから、みんなすごい自慢する、ね、自分のとこが一番いいと思ってはい、これチョコドです。チョコドピザ。
さん、今は私たちはブルーモスクにいます。今日はすごい暑かったです。いつも暑かった。マレーシアの時やばいですね。雪欲しいです。とりあえずここに写真撮りますね。どうですか？綺麗。ブルーモスクは綺麗。綺麗ですね。イスラム教は今は少しぐらいはちょっとわかりますか？ちょっとちょっとは何パーセンぐらいですかわかりますか？多分そんなに 5% ぐらいしか。5% ぐらいしか。結構ほぼわかんないね。わかんない。歴史の授業で勉強したけど。I will do this. I will now marry you to my daughter Sophia Jin Lee. So the man say.I will marry your daughter Sophia James. So now, husband legally. So this is the rule for that. After this event, usually they have their wedding reception in a hotel, in your own house, or in a bigger hall. This is just for the That's why very small family. So in Islam, it's forbidden men marry men.Women marry women. Only in Islam, men marry women. Before you are married, you cannot live and stay together. Even if you are engaged, you cannot live and stay together. Only legally married, you stay together. Any questions, ask me. You can ask them. Any questions, sir? 仮に離婚の時はどうするんですか？離婚？あ、で、何？家族チャラいまちゃまね。離婚。You just go to the court and say that you want to divorce. Both agree, men, women agree. Yes, I want to divorce my wife. Wife said yes, I want to divorce from my husband. They say, oh, it's expensive. I cannot afford. Is it like that, Japan? Very expensive? 高いですか、日本で。離婚でしょ。離婚。物価いくらぐらいですか。わかんない。状況によるんです。そのステージはこの夫婦、新婦新婦さん、こんな感じですね。これ私の友達の結婚式。これ伝統的なの服です。マレーのスタイルです。綺麗。白。それもモスクの部屋の。いろんなところもできますですね。家でも、ホールも会館とかもそれもできますね。モスクもできます。モスクは例えばここです。でかいのホールもできます。ホテルもできます。まあもしがお金があれば全然どこでももういい。お金が必要。それお金がなかったら多分モスクとか家ぐらいだけです。今日は一日すごい勉強しましたです。何？仮装。仮装。仮装と同窓。同窓があってるのかな。私よく分かってない。でも私は日本語あやかった。日本人じゃないな。国語できないかな。ピンクモスクにいますから、私たちはもうそろそろ帰るので、多分これが最後かもしれない。じゃあ多分魔法さんに、わかんない、いつからって会えるかもしれない。まだマレーシアに1ヶ月間ですね。そう、3月末までいる。そうですね。ちょっと恥ずかしい。今日はなんか、まあ、初対面だから、何が話すとか。恥ずかしい。そう、私も人見知りの人だから。それは嘘。人見知りの人です。インキャ。インキャ。いや、本当そう。今日は参拝に参りさじゅー。ビデオ貼りに。何のスポーツをサブスクライブチャンネルでか。何のスポーツをブリーカーライブ。何のシェアビデオでか。その時と10分だけだわ。エピソードあかんだった。はい。バイバイ皆さん。